東京パラリンピック、パラピック競技大会、東京パラリンピック競技大会担当大臣の桜田義孝でございます。大臣、ご自身でオリパラ担当にふさわしいと考えるのはどこでしょうか。なぜ選ばれたかは私は分かりませんが、国防省だと思っております。国防省 USB ジャックってどういうものかご存知ですか。使う場合はその穴を入れるらしいんですけども、自分でパソコンをお使いになってます。自分でパソコンを打つということはありません。蓮舫さんの言う通り、蓮舫です。国の関連予算はいくらだと思ってますか。1500円でございます。ごめんなさい、1500円でございます。石巻市に貸し出される形で設置されていた、私自身石巻市において石巻市でのセレモニーに、今総理とお会いしまして辞表を提出しました。